がない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム。離島編の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ちょっとこんな出来事がありましたと、最近千原トークっていう Amazon プライムの番組を見てトークの勉強をしてるんです、ね、でそんな中で千原誠司さんがこんな話をしてました。というのは千原誠司さんが三浦マイルドさん、あの R1 で優勝したハゲネタの人ですね、まあ僕もハゲてるんですけど置いといて、ハゲネタの人、千原誠司さんが三浦マイルドさんに電話をしましたと。すると、三浦マイルドさんが電話に出ませんでしたっていう話をしていたんですね。で普通この鉄の盾社会の吉本興業において、その先輩、大先輩の千原誠司さんが後輩にかけたら普通すぐかけてくるやろみたいな話をしていた。でもなかなかかかってこない。で1日経った、2日経った、3日経った、でかかってこない。千原誠司さんは用事があって電話をしているのにかかってこないっていうことに、マネージャーに対してどうなってんねんっていう話をして、連絡させろって言って向こうのマネージャーに連絡をさせましたと。すると普通の反応なら三浦マイルドさんから、すいませんってすぐ電話がかかってくるのが筋やろうと、なのにかかってこない。なんかマネージャー捨てに、なんか知らない電話番号からかかってきたから出れませんでしたって言われたわっていう話をしてたんですね。でまあいいわと、こいつとは、三浦マイルドさんとは何日後かに会うのは分かってるから、その時でいいわと思ったと、行ったろう、行ったろうと。で行ったところ、三浦マイルドさんが来て、すいませんと、知らない電話からかかってきたから、何か事件があると思って怖くてかけれませんでした、で行ってきたと、っていうことに対して千原誠司さんは、まず俺が知っててお前が知らないっていう失礼があることは置いておいて、お笑い芸人だったらね、行けと、知らない電話番号からかかってきたら巻き込まれろと、取るべきだっていう話をしていて、それを見ていた私、マックが壊れたんですね多分全くそれとは関係ない、全然関係ない話です。いや、その巻き込まれに、お笑い芸人なら巻き込まれに行けやっていうのが潜在意識に入りました。そんな私、マックが壊れたんです。でこのマックが壊れたのは、この2015アーリータイプ、レイナディスプレイなんですけども、レティナディスプレイなんですけども、まあ剥がれる、ボロボロで、キーボードにも、これ壊れるの2回目で、キーボードもアップルのホームページを見ると、初期の欠陥があったから、リコール対象モデルがバーって並んでたんですね。その中にあった気がしていたので、じゃあちょっと見てもらおうと思って、で、アップルのホームページから、その最寄りのみたいな、で、ここ名古屋、私は名古屋で働いてるんですけど、名古屋でいうと栄っていう繁華街にアップルのアップルがあるんです。アップストアが、ちょっとバカっぽいですねアップルストアがあるんです。アップルストアが、アップルですよ、総本山があって、まああと別で正規の取引店があるよと。でアップルのアップルは、これが壊れたのが木曜日だったんですけど、アップルのアップルは見れるのが月曜日ですみたいな、これじゃもう動画の編集に間に合わないよと思って、でその日に見れるところが、名古屋駅にあるビッグカメラっていう、ビッグカメラの中に入ってる、入ってるアップルならその日に見れますって出てたんですね。でまあちょっと慎重な性格というか、なんで、まあ一応場所が変わってるかもしれないと思って、ビッグカメラの場所とか、ある場所が変わってるかもしれないと思って Google で調べたんですよ。そうすると、まあ Google にアップルの名機でビッグカメラが出たんですね、名古屋駅のところが出たんですよ。で出たところ、あれって、Google のマップだと、星表示が出るんですよね、ありますね、ありますよね、食べログみたいな、でそれでビッグカメラのアップルを調べると、星の評価が1なんですよ。
1かと思って、うんうん、でそのいろいろメッセージも入っていて1に対するコメントが、コメントが、うんうん、コメントが入っていて、はいはい、店員の対応が悪いと、うんうん、あの話しかけてもぶっきらぼうだ、愛想がないみたいなことに始まり、途中から小太りだみたいなことが書かれてるんです、うんうん、小太りの店員がみたいな、で小太りの店員がから名前がどこどこ店の誰々さんみたいなのが書かれていて、多分その名前がねちょっともう思い出せないんですけど、よくあるあの日本のよくある名字、うん、ベスト5に入るような鈴木とか佐藤とか佐藤とか田中とか、うん、そんなような名前が書いてあって、うんうん、あいつ最悪小太りがみたいなことが書かれていて、うんうん、いやそんなとこにね、うん、大事なマックちゃんと思ったんですけども、うん、いや誠一さんが言ってたやないかと、うん、ネタにしろとネタにしろと暗いに行けと、うんうん、あ確かに伊集院さんもなんか趣味として、うん、なんかそのよく地方のユースホステルとかで、なんかその4人部屋で3人埋まってるっていうところに行くらしいんです。4人部屋に3人埋まってるって分かってるんだけど、ああいうところはもう、なんていうんだろう、来た人どんどん入れるから行くしかないんですよ。そういうところにあえて行くみたいな話をしてたから、まあ、これはねあえて行ったろうと、あえて一のところに行こうと思って行ったんですよ、うん、そしたら、うん、いました、小太り探し、小太りさんがあのパチパチパチってあの受付のところでやっててですね、うんうん、あで名前見たら、うん、あよくある名前だと、あこの人だと思って、うんうん、で確かに不愛想、うんうん、でパチ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 ってやってて、うん、あのあ予約した、うん、二等兵ですと、うん、こんな症状がありましてって言ったら、うんうんうん、無言でパチ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 ってやって、うん、紙どうぞ、まあ、コロナ禍なんですかね、うんうん、コロナ禍ですからね、紙どうぞ、うんうん、そこであの待っててください、うんうん、これかと、でもぶっきらぼうで、ぶっきらぼう、でもこれ分かってる俺、うんうん、大丈夫大丈夫、うんうん、と思って座っていたら、うん、奥からまた別の小太りの方が出てきたんです、うん、あれこっちかと、もしかして、もしかしてそっちかと、でその小太りさんも名前を見ると、うん、よくあるよくある名 前, る名前、うんうん、どっちだとで話を聞いてみると、うん、こっちの人は、うん、とても丁寧だった、うん、と 2, 回目2回目に出てきた、でこの方が見てくれて、うん、あの、うん、あこのタイプは2015年、うんうんうん、まずキーボードを見てもらった、うんうん、すると、うん、キーボードは、うん、そこで見てもらったらちょっと直ったんです、あの、うんうんうん、接続部分を掃除してつなぎ直したら動きました、うんうんうん、よくなんかそのタッチパッドが動かないとかキーボードが動かなくなるっていう症状はよく出るんですよねとか言って、うんうん、とても丁寧、うん、でただこのビッグカメラ、うん、Mac じゃなくてビッグって書いてあるんですけどね、うんうん、シャラ臭いとか思いながら、うん、ビッグカメラは正規の Apple のアプリよりも高いことがあると、うんうんうん、なので、うん、あ確かにそれ書いてあったわと思って、うんうん、要は同じアップルなのに値段が違うってどういうことやと、うんうん、あ書いてあった書いてあったと思いながら、うんうん、でなんでそっちで受けた方がいいかもしれませんって言われました、うんうん、アップルストアに行った方がそう、アップルのアップルに行けと、うんうん、じゃあディスプレイはどうだと、うん、これひどいでしょって、うんうん、であのこれもリコール対象だよって見たよって話をしたら調べてきますと、うんうん、で調べに行ってもらったら4年ですと、うん、2015年モデルのレティナディスプレイ、うんうん、4年ですと購入してから4年、僕買ったの2015年、うん、今2020年漏れてますと、うんうん、ただあのそういう、うん、うちだと、うん、アップルに対して言えるのは、うん、この関係があるから、うん、もう切れてますって言えなくなるけど、うん、お客さんから直接、うん、リコールではって言われれば、うん、もしかしたら分かりませんと、うんうんうん、なのでお客さんがご自身で言われると、うんうん、もしかしたらリコール対象になるかもしれませんねって言われたので、うんうん、分かりましたと、うん、じゃあ私ちょっと電話かけてきますって言って、うんうん、夏のね、うん、炎天下の下、うん、まあ、すぐ直したかったので、うん、あと仕事の途中で出てるってのがあるので、うんうんうん、内緒でお客さんとこ行きますって出てるのがあるので帰ってから無理だから外で電話かけようと思って炎天下でアップルストアにかけたんですね。そうするとまあ陽気の
陽気なというか、うん、丁寧な明るい女性が出てですね、うん、はい、私〇〇ですと、あなたの悩みに答えられるように真摯に対応しますみたいな、なんかまあハーフなんですかね分かんないですけど、そんなような感じで話しかけてきて、はいはいはい、では症状は何ですかと、うん、じゃあまずはじめに、うん、キーボードがよく壊れると、うん、これ直すの2回目だと、うん、で1回目直してから1年しか経ってないのにまた壊れたと、うん、問題ですよね、リコールですよね、うん、出てましたよね、うん、って話をしたところ、うん、ちょっと待ってくださいと、うん、お客様のために調べます、うん、で待たされて、うん、言われたのが、うん、リコール対象外です、うんうん、2015年モデルは入っておりません、うんうんうん、不良品ですよ、申し訳ございません、うん、の一点張りなんですよ、うん、あ、じゃあまあこれは1万以下で治るっていうのが、うん、ちょっと自分でも毎回直してて知ってるので分かりましたと、うんうん、じゃあねこの見づらいこのディスプレイはどうなんだと、うんうんうん、これもあのリコールの代償って見たけど、うんうん、私としては、うん、あのまあ、4年で知ってるって言わない方がいいだろうなって思ったので、うんうん、どうなんだと、うんうん、壊れ、ただただ単にディスプレイが見にくくなって剥がれ、コーティングが剥がれてきたよ、うんうんうん、でこれはリコールですよねっていう話をしました。そうしたところ、うん、まあ、待ってください、じゃあ調べますと、うん、でまた案の定、うん、対象外ですと、うんうんうん、で不良品ですよ、うん、欠陥品ですよね、うん、って言ったところ、うん、申し訳ございませんと丁寧に、うんうん、でまあ私が取った反応は、うん、じゃあいいですで切ったで切ってしまったっていうところで、反省点は、うん、この中で一番対応が悪かったのは私、うん、っていう反省と、怖いなと思ったのは、うん、要はそのビッグカメラのドライソン〇〇さん、うんうんうん、名前が出てるんですよ、要はネットに、ネットに、うんうんうん、でそれも要は食べログみたいなそのオープンにされてるところで、うんうんうん、名前付きでドライソンで態度対応が悪いよっていうのが書かれる時代になってしまったっていうこの恐怖、うんうん、これなんか怖くないですか。ってことは僕も今、うん、じゃあいいですって切ったわけじゃないですか、うんうん、僕は名前もさらしてるし、うん、向こうからすれば、うん、メールアドレスも分かるし、うんうん、住所も分かるし、うんうん、っていう、あ、しまった俺そんな風にして切っちゃったと思って、まあ、それをアップルが公開することはないと思うんですよね、はいはいはい、あの問題にならない限りは、はい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 、あ、僕がどっかに駆け込むとかね、駆け込んで、はい、なんかすごく大げさにすごい対応が悪かった、はいはいはい、嘘つきだみたいな、そう、はいはいはい、っていうふうにしたら、私たちはこういうふうに対応していますって録音されたのが出てくる可能性はありますけど、恥ずかす、はいはいはい、まあ、そういうのがなければわざ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 というか、それ多分出したら個人情報、企業としては、ああ、そうですね、うん、ただまあその企業側としては、うんうん、そういう時代になったよっていう、うんうん、なんで本当接客業とか、うん、まあ、体調もそうですよね、うんうん、あのそういう対応一つで、うんうん、名前付きでさらされる、さらされる時代になったなっていう、だばなし、だばなし、これまあなんか直させようと思ったら、はい、まあいいですじゃなくて、グダグダずっと言うのがいいんじゃないかなと思いますよね。あ、これごめんなさい、じゃあエニアグラムの話で言うと、うん、やっぱり僕はタイプ6、うん、どうしても攻めきれなかった、そこは、うんうん、確かに、うん、自己主張の人たち、うんうん、378、うん、だとなんかうまく治ったのかもしれないです、ね、うまく治った可能性は、だからそのリコール、キーボードのリコールは対象外だってもともと知ってるわけじゃないですか、この方は、はい、そのリコールの対象ではないってのは知ってるので、もうリコールとか言わずに、こう買って5年ですけど2回も壊れておかしくないですか、どうなってるんですか、ちょっとちゃんと説明してくださいみたいなのをぐだぐだずっとタイプ5のように、タイプ3のように、でこれタイプ6なのか、あの、まあでも5年も使ってればコンピューターって5年って言うもんなとか、そうそう、そういうのがムクムクって湧いてくるんですよね。でもこう5年で、でも2回も壊れるって多くないですかみたいな、多いですよ、ね、どうなってるんですか体調、あ、これまだ買ったばっかりか、まあでもそんなに前も MacBook 使ってましたけど壊れない、壊れないですよ。あ、今あるこのキーボード、
ペラペラの、はい、ペラペラの。これもずっと使ってますもんね。ただなんかまあ、うん、町のコンピューター屋さんみたいなところに行って、そういう話をしたんですよ。あ、この一連の話じゃなくて、壊れちゃった、治りますかって話をしたところ、やっぱりこのノートパソコンっていうのは、まあ、壊れやすいですよね、みたいな話をされると、まあ、5年も使えばそうなのかっていうのはちょっと。ただまあ、一番の反省は、じゃあいいですって。じゃあいいです。まあ、捨て台詞ですからね。はい、捨て台詞は良くなかったなって、うん。もしかその女性と対面で、うん、もしか可愛かったりしたら、うんうん、僕はそんな反応してないだろうなっていう。アドラー。アドラーですよ、本当に。うん、要は、感情はコントロールできる。カッとなったはない、うんうん。あなたは目的に従って行動しているっていうのは出たなと思いました。言ってやりたかったんですよ。じゃあいいわ。本当に。本当嫌なやつ。本当最低お前。っていう反省も込めて、はい、皆さんも気をつけましょうと、うんうん。ただ、暗いに行くと、ネタにはなる。うんうん、で、暗いに行くと、ネタが一本できるっていうのは、ちょっと証明できたなって。これも、アップルスターに行ってみるっていうのもありかもしれないです。あ、なんで、またこれ予約取って。予約取って。予約取らずに。僕は iPhone、はいはい、を買った初日に壊したことがあるんです。はい。その話して大丈夫ですか？大丈夫です。いいですね。はい、どうぞ。はい。買った初日に壊したことがあって、で、アップル、修理センターみたいなのがあるんですよ。名古屋駅の東急ハンズかなんかの上の方に。あるんですか？あります、あります。はい。で、そこに、それ、さっきのビッグカメラと同じように、はい、この公式のところから予約、当日受付できるみたいなところがその免疫で、はい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 、この Apple Store はできなかったんですよね、当日は。はいはい、なので、この免疫のそこに行って、壊れたんですけどって言ったら、ちょっと時間がかかりますみたいな、はい、当日出たやつなんで、はい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 、ちょっとここに本体もないのでみたいな、はいはい、ちょっと時間かかりますみたいなこと言われたんで、この予約できないから直接 Apple Store に行って、これどうなってんだって。勝ち込んだんです、ね。優しく、まあ大丈夫なんで。あ、そう、まあ、はい、言葉はこんなことになってるんですけど、はいはいはい、ちょっと壊れちゃったんですけどって多分、はい、初日に、はい、さっき買ったばかりなのに。はい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 。で、行ったら、その場でこう交換してくれたんで。続編があります、続編。アップルのアップルに持っていったよ編。持っていったよ編。お待ちください。はい。はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。